サッカーを始めようと思ったのは、日本代表の試合をテレビで見たからです。高いレベルの中でサッカーがしたかったし、なんか女の子だからとか言われてきたけど、なんか強い気持ちを持ちたいから自分から何でも取り組もうと思ってます。自分にとってサッカーは、サッカーがあったから今の自分があると思うし、サッカーのおかげで自分のなでしこになりたいっていう夢を見つけることができて、自分を一番成長させてくれてるものだと思います。勝つ時も負ける時もあるんですけど、人とこうチームメイトと、もちろん対戦相手とも含めて、こうサッカーの試合というものを作り上げること、その中でこう得る感動だったりっていうのが、やっぱり自分の心を捉えて離さないかなと思います。やっていて一番力入れるものだから、生きがいみたいな。サッカーやってたらいろんなところに友達ができるんで、あんまりみんなと仲良くなかったんですけど、自分をみんなに知ってもらってからみんなと仲良くなりました。サッカーも好きですし、多分一緒にサッカーをする仲間が好きだからかなと思います。高校に行って4月からスタメンを取って、大会とかで会えれるように、自分が20歳の時に U20 のワールドカップがあるから、それには絶対出たいっていう気持ちはあります。なでしこジャパンに入って世界で通用する選手になることです。その1回なでしこがワールドカップで優勝した時に、その東日本大震災とかで震災を受けた人とかが喜びっていうか、そういうのがめっちゃ大きかったじゃないですか。その自分の好きなサッカーで周りの人に夢を与えれるなら、今小学生の子とかもっとちっちゃい子たちに、自分たちがプロになってかっこいいなっていうところを見せて、そうやってつながっていって、その子たちが大きくなった時も、そのワールドカップで優勝した時みたいに周りの人に喜びを与えられたらいいなと思います。